実際に工場で働くってどんな感じ？実際にわーわーとかって わーって、まあまあまあね、イエーイ、はい、では今回は実際に工場で働いたことのあるスタッフに、まあ、どんな感じかっていう実際の雰囲気を聞いてみたくて今からインタビューしていこうと思います。私はそもそもこの平山に入社した時に、まあ、近くの請負事業所コピー機用のトナーを作ってる工場なんですけど、そこで、3交代で土日休みっていうシフトで入社しました。でそこから5年ぐらいですかね、その現場の方で働いてた感じになります。実際それは入った時は未経験っていう感じでした？そうですね、それまで本当にコンビニのバイトとか接客業、焼肉屋さんだとか接客業でしか働いたことなくて、ちょうどこう、先輩スタッフと知り合って、次仕事探してるんだったらどうって紹介してもらって、で初めての交代勤務とか工場で心配だったんですけど、まあまだ若かったのでやってみようと思ってやったのがきっかけです。そしたら猿渡さんはどんな仕事をしたんですか？はい、私は働いてた工場が医療機器の製造なんですけど、そこの現場スタッフではなくて事務をやっていました。事務所の中で例えば管理者がちょっと手伝ってっていうことをやったりとか、あとは簡単な進捗データを入力したりとかですね、そういう感じでお仕事してました。実際に働いてる人たちのサポートっていう形ですね。はい、はい、猿渡さんはそのところに入った理由ってありますか？そうですね、まあ、なんとなくだったんですけど、特に、まあ、やりたいこともなかったので、で近くでそういったお仕事があったからやってみようかなっていう感じで始めてみましたね。ちなみに実際にやっぱ皆さん気になるのって、お給料の部分だと思うんですけど、そうですこれですか？はい、なんですけどその辺って実際思ってたのと働いてみての雰囲気とか感想というのってありますか？私の方だと、まあ、もちろんその強制的ではないから希望できる人はなんだけど、私は当時すごい稼ぎたかったので、もう全然残業とか休日出勤とかあればやらせてもらってたので、で、深夜手当とかもあるし、残業手当もあるから、まあ、確かに本当に忙しかったんだけど、最終的に手取り30万を超えるぐらい、すごいバリバリ稼げたので、もうコンビニとかだと残業したいって言ってもシフト組まれてるからできなかったりとかなんだけど、工場にもよるとは思うんだけど、私が働いたところはそうやって残業とか休日出勤も発生すればやらせてもらえて、バリバリ稼げました。手取り30はすごい、手取り30超えるぐらいバリバリ稼がしていただきましたね。すごいですね。逆に猿渡さんはどうでした？私の場合はもう月給制だったので、毎月同じ固定給ですね、安定した収入が得られるっていうところですね。月給制って時給制と何が違うんですか？あれだよね、長期休暇とかがあっても基本給っていうのかな、ね、お休みが多い月でも毎月同じ。あ、減らないんですね。はい、なるほどなるほど。欠勤とか早退とか遅刻とかそういうのしなければ、はい、もう同じお給料で、そうです。でもちろんあれだよね、残業とか休日出勤したら、はい、その分手当はつくけど、会社カレンダーのお休みが多い分にはお給料変わらないっていう、はい、とてもとてもそれはいいですよね。とても良かったですね。ちなみに残業とかって結構あるんですか？そちらも残業はほぼなくて、もう定時で帰れましたね。大体もう5時になると失礼しますって帰っていった感じです。そうなんですね。じゃあ結構その場所によって稼ぎたい人は稼げるし、定時で帰りたい人は残業なしのところも選択できるっていう感じですかね。そしたら逆に工場で働いたことがあるっていうところから見てデメリットを教えてください。わかりました。正直働いててうわーってなったところが、やっぱり交代勤務っていうのが初めてだったので、もう本当に日勤の時は全然問題ないんだけど、夜勤の時とか夜6時ぐらいに起きてご飯食べて、準備して夜の10時ぐらいから仕事行って、帰ってくるのが朝の本当に7時半とか8時ぐらい、家族との生活リズムがちょっとずれるっていうのもあるし、自分のその体内のこうバランスとかがちょっと初めての時は、あ、こういうことねっていう噂には聞いてたんだけど、あったのがちょっとやっぱ最初慣れるまではしんどかった部分、ただ慣れてしまえば、もともと割とお休みの日とか夜遅くまでゲームしたりとか夜型だったの？そうそうそう、
夜型なので逆に日勤が辛くて夜勤の方が楽しいみたいなっていうのがあったから、まあ2ヶ月ぐらいかな、で夜勤は体慣れるし逆にいいなって思える風になったから、まあ完全なデメリットではないんだけど、まあ正直本当に初めてだと2ヶ月ぐらいはちょっと生活リズム慣らすまでは大変かもしれないっていうのがデメリットかな。で、メリットの部分は、私はあの自宅から通勤でやってたんだけど、一緒に働いてた子が本当にあの県外、九州の方から来て、寮に入ってたので、あのやっぱその子はあの寮を会社の方で準備してくれるから、なんだろう、初期費用もかからなかったし、なんか不動産屋さんの手続きとか、ああいうのも全部会社がやってくれたからすごい楽だったって言ってて、であの備品とかも、引っ越した九州からだと大変じゃなかったみたいな感じで聞いたら、もう全部やっぱり会社の方でレンタル準備してくれたから、もう本当にカバンとちょっと荷物を送るだけですぐ住めて楽だったって聞いて、あ、そういうのもいいな、敷金、礼金とか払わなくていいってことですよね。そうそうそう、初期費用ね、普通にね、引っ越しするときって何十万か、そうそうそう、何ヶ月分みたいな、そうそうかかるし、なんかハンコ持ってね、不動産屋さん行って内見してみたいなあるんだけど、あの会社の方で寮っていうのを準備してくれるから、もう全然、すぐ引っ越しできたよみたいな感じだったから、いいね、そうそれってすごくいいんだろうなと思って、っていうのもメリットだと思います。じゃあ、あと一つ聞きたいんですけど、実際こう、うちの会社で現場で働いてたと思うんですけど、うちの会社ならではの、あ、ここいいなって思ったところって何かありますか？平山ならではのいいところだと、やっぱり、雇用が無期雇用っていうところ、平山の正社員採用っていうところで安心できる部分ってすごいあるなってやっぱ思ってて、なんかこう周りの他の派遣会社とかで働いてる子だと切られちゃって聞くんだけど、まあ平山だったら次の、就業先とかもしっかりフォローしてくれたりするので、そこが安心かなっていうところと、あとキャリアアップ、そこにやっぱ会社として力を入れてくれてるので、まあ、資格取得支援っていうのもあって、まあ、現場で必要だったらフォークリフト取れるよとかクレーン玉掛け取れるよっていうのもあると思うんだけど、それとは別に本当参加自由で定期的に研修開催してるので、まあ、オンラインとかでそういうの、参加して自分自身のこうスキルをつけるっていうこともできるし、あと必要であれば、まあ、私もそうなんだけど、ジョブチェンジをして違う仕事内容でちょっと会社の中でよりステップアップしていくみたいなっていうのもできるのが、割と平山の魅力かな。あと何かある？はい、そうですね、やっぱり一緒に働いてる方がすごく優しいっていうところですね、何かあったら助けてくれたりとか、声かけてくれたりとか、困ってたらどうしたって聞いてくれたりとか、わかる気がする。私もなんかなんだかんだ気づけばもう12年13年目入社なので、はい、なんとなくこう居心地がいいみたいなのは常に感じながら働いてるから、はい、まあ、一緒に働く仲間もすごくいいし、はい、いいし、ありがとうございます。で、まあ、株式会社平山では全国のいろんな工場のお仕事をですね、平山の正社員として、採用してご紹介してますので、もしよろしければ株式会社平山にぜひご相談なりご応募なりいただければと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。一緒に働きましょうみたいな